はい、こんにちは、スワクテバと申します。今回はリクエストの多かったブラックマジシャンのデッキ紹介動画、特にマジェスペクターを混ぜたブラマジェのデッキ紹介動画となります。それでは早速いきましょう。マジシャンズロッド3枚、ブラックマジシャン3枚、マジシャンズブラックイリュージョンが2枚、魔導家リジョンが2枚、マジスペクターユニコーンが3枚、マジスペクターラクーンが3枚、流血の魔術師が3枚、ドクロパッドジョーカーが1枚、総国の魔術師が1枚、計、数えて、はい、魔法カード、イリュージョンマジックが3枚、黒の魔導陣が3枚、ペンディラムコールが1枚、黒魔導、ブラックマジックが1枚、ハーピーの派手武器が1枚、魔法以上です。ではトラップ。神の宣告が1枚、永遠の魂が3枚、マジシャンズナビゲートが3枚、サジンのバリア、ダストフォースが3枚、以上です。それでは解説。ここはいいですよね。はい。で、この辺。魔導家リジョン。リリースされると、リリースというか、墓地に送られるとブラックマジシャンをサーチ。イリジョンマジックがあるからいらねえんじゃねえかと思うんですけど、これこことここで使います。魔導家リジョンは存在すると、通常召喚権が増えるんですね。魔法使い族をリリースするときに。というわけで、魔導家リジョンを通常召喚でもう一回増えて、マジェスペクターユニコーンをさらに召喚するということができます。一旦でね、さらにブラックマジシャンを手札からサーチできてっていう感じができるんで、なかなか強いんじゃないかなと思ってます。プラス、マジェスペクターと、ラク。なんでこれを入れたかっていうと、これとの兼ね合いもあるんですけれども、やっぱハンドに増やしたいんですよね。このデッキ。ハンドをどうやっても減っていくばかりなんで、ハンドが1枚増えていくカード、ペンディラムコールとか他も含めて、サイドにツインツイスターなんかも前までツインツイスター入ってたんですよね。ちょっと抜いたんですけれども、で流血の魔術師3枚、ドクロバット召喚、この辺ははい、ペンディラム用です。総国は特にペンディラムコールからも持ってくるようなんですけど、逆に引いてしまうとこれが腐るんですけどね。素引きしてしまうとこれが腐るんですけども、そうですね、幻想の黒魔術師に対応している召喚がね、はい、プラスここが、マジシャンナビゲートに対応している闇属性でね、特に光属性とかだと今だと精霊竜なんかを無効にできたりするんで、このデッキは、非常に強いんじゃないかなと思います。魔法カード、イリュージョンマジック3枚、黒魔術師3枚、はい、イリュージョンマジックちょっと多いかなとは思うんですけどね、1枚抜いてなんかにして、前までここ1枚抜いてツインツイスターで、ハービーの羽根部分がツインツイスター。ツインツイスター2枚構築だったんですけど、ちょっと変えて。どうやっても ハンドにね、ブラックマジシャンが欲しい時があったので、3枚にしてます。いらないっていう方は抜いていいと思いますけどね。黒の魔導陣、ペネオクロの、この辺はいいか。他にはそうですね。新規の、遊戯のね、ストラクチャーデッキにあった、墓地の魔法カードサーチしてブラックマジシャンをサーチするっていう方も入れてもいいとは思うんですけど、ちょっとそれは別の構築でね、使おうかなと思ってるんで、とりあえず今使ってる構築はこれだということで、で罠、神の戦国の上の魂ナビゲート3、ここはいいとして、で最後ここの最後までダストホース、なんでこれ入ってんねんって言うんですけど、前の環境の時にカオスマックスが出た時、勝ちの目がなかったんですよ。ゼロだ、このデッキだと。ほんとゼロだ。サイド含めても、エクストラ含めても、あれを倒すカードは皆無。何一つとして存在しない。なので、どうやってもなんか対象となると、プラスユニコーンとかね、ユニコーンと、相手のユニコーンとかをどうやっても倒したいと、ウェーブフォースとかの方が強いんじゃねえのって言うんだけど、フィールド上にいる時に使いたい時があるんで、こっちの方が強いんじゃないかなと。むしろフィールドを埋めてる方がなんかいいんじゃないって悲願とか考えると、でこっちにしてます、これが他の方は抜いて他のにしてもいいと思います。マキュンワイルドだとかスターライトロードだとかしてもいいと。僕はもう守るカードが嫌いなんで、守るカードを引きすぎて負けるっていうのが今まで何回もあったから、もう打たれたら負けでいいやという感じでやってます。はい、とりあえずメイン以上。じゃあエクストラ、はい、エクストラデッキです。幻想の黒魔導士が2枚、虚空の黒魔導士1枚、幻獣機ドラゴンサック1枚、オッドアイズアブソリュートドラゴン1枚、ビッグアイ1枚、マジカルブラミスティングソード1枚、レッドアイズフレアメタルドラゴン1枚、銀アイヌクシガイアドラゴン1枚、グランパルス1枚、ブレイクソード1枚、トーデンワード1枚、オッドアイズメディオバーストドラゴン、ボルテックスドラゴン1枚ずつで、ダンテが1枚、以上です。
はい、あ、はい。あ、自分で言うのもなんだけどあれですね、適当だな。ほんと適当だな。このデッキ作ったやつ何考えてんの、適当すぎるだろう。でも実際まで使うことがないんすよ。せいぜいなんかビッグマイトドラゴンサックをなんか別に変えるぐらいでしょ。うん、本当にないんですよ。本当にない、マジでない。ランクなのでもうちょっとまともなん出ろよと思うんですけどね。ほんと、あーほんと、うん、困るなーって感じ。もうこの特に解説することもねえな。だって出ないっすもん、この辺とか。この辺とか出さねえ。まだブレイクソード、グランパルスはね、あのレベル3ね、マジアンズロッドとラクーンとかいるから並びやすいですね。まああるからいいんですけど、こんなん出さねえもん。ラクーン2枚並ぶとことかそんなねえよ。オーバーキルだよ多分。うん、でラクーン2枚並ぶような状況だったら多分攻めに行くよね、ブレイクソードかグランパルスでね。なんで守りに入るんだよ。1ターン目で立てなきゃ意味ねえし、まあ、ほとんどがもうここ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 かな、うん、この5枚ぐらい使うか。他もまあほぼ使うかな。で使わない方が強かったりしますしね。はい、それでは、以上になります。